東京 MX ニュースでは今日から来週の金曜日まで都内のこの1年を様々なテーマで振り返ります。今日はサッカー FC 町田ゼルビアの1年です。今年この番組で紹介した各選手コーチにこの1年を振り返ってもらいました。初年度で4位以内、J リーグ昇格圏内というのを、ね、目指してシーズン開幕から、準備して、まあちょっとシーズン頭に、4連敗という時期もあって、やはり1年目の、ね、洗礼をすごく痛感した時もあったんですけど、結果的に後期ね、すごく勝ち星とね、勝ち星にもすごく恵まれてというかね、なんとなくこう自分たちの目指しているものがこうピッチで見えてきて、で結果的に順位が6位で終われたということで、1年目は正直こんなもんなのかなっていうのが正直な感想ですね。町田ゼルビアの今シーズンは14勝8敗12引き分け、勝ち点54の6位、 J リーグ昇格圏内である4位以内という順位には手が届かなかったものの、自分たちのサッカーが通用すると自信も得たシーズン。その中で挫折から成長を実感したという選手がいます。石堂和人選手です。まあ不甲斐なかったっていうのもあり、まあ苦しい1年だったかなっていう、大学卒業してから初めてって言っていうぐらいのスタメン落ちを経験して、まあ成長できたって言ったら、まあ成長できたんですけど、その時は本当に悔しかったし、まあそういう面では一回り大きくなれたのかなとは思います。およそ30人いる全選手の中でプロ契約は4人だった今年のゼルビア。柳崎翔平選手や津田和樹選手など多くの選手は仕事や学業とサッカーを両立しながらの1年でした。まあ、正直きついですね。体はやっぱり、最初スタートした時よりもどんどん、コンディションとかも落ちてきますし、まあ、その辺を注意しながらやってたつもりでもなかなかうまくいかない時もあったんですけど、まあそれも経験かなって、いい経験させてもらったかなっていうのは思いますね。はい、怪我をして手術っていう人生初めての体験もできて、まあ良かったのか悪かったのか、本当は悪かったんですけど、まあある意味貴重な体験だったかなって思います。怪我とかもあって、さらに教育実習であったり、そういった学校のところで融通をすごい聞かせてもらって、チームにはすごい感謝してますし、まあ、そういった部分でやっぱり僕は本当にもっとグラウンドで貢献したかったっていう気持ちはすごい多くて、選手もそうですし、特に監督とかコーチとかフロントの人とかにすごい協力をしていただいたっていうところでは、本当に1年間感謝の気持ちでいっぱいですね。 J リーグを目指すという目標でシーズンに臨んだゼルビアは9月、大きな決断をします。来年の J リーグ昇格のための手続きとなる本加盟申請を見送ったのです。ゼルビア、今年の、本年度の J リーグ本加盟を見送りました。まあ、理由は2つ、まあ、グラウンドの問題、施設の問題、それから3000人以上の観客のクリアができていないという、まあ、J リーグからのご指導もありまして、本当に皆さんには4位に入ればなんとかJリーグに入れるだろうということで声をからして応援していただいたんですけども、残念ながら本年度の本加盟を見送りました。今年1年で一番きつかったっていうのは、その J が見送りになったっていうこと、チームというか選手に伝える、ちょっと前に、キャプテンとしてチーム側からクラブ側からその話を別で聞かされたんですけど、やっぱりどうやってそれだけを目標にみんなやってきてるわけで、それを目標に働きながらでも来年プロになるために、 J リーグに上がるためにみんなやってるわけで、本当にその部分がなくなってしまうっていうと、これからみんなどうやって戦っていけばいいのか、自分自身もそうだったんですけど、すごくそこは悩みました。ただこれで4位以内に入らなかったら、あ、やっぱり入れないチームなんだねと、それで終わってしまうんで、
とにかくみんなには、もう俺自身も必ず4位以内に入るために戦うから、みんなも一緒に戦おうということは、ミーティングでみんなで伝えました。J リーグへの挑戦。1年目での昇格はならなかった町田ゼルビア。しかし、今年1年間で十分プレーできるという自信を得たと多くの選手が話していました。その自信を糧に、さらに多くの町田のサポートも得て、ゼルビアは来年、再び J リーグを目指します。